俺、お前のこと好きだからさ。え、なんかあっても面倒見てやるぜ。え、それ、どっちの意味、どっちの意味の好きなんだろう。こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ジョックジョンの続きからやっていこうと思います。前回はカイさんがジャックエースとしての気持ちを取り戻したところでしたね。いやー、胸熱。でも見て、本番まで12日前の出来事ですよ。恐ろしくない？まだドタバタしてんのちょっと恐ろしいんですけど、でもこれで憂いは全てなくなったんで、あとは本番に向けるのみですね。いやー、楽しんでいこう。失礼します。キサ、何？俺に会いに来たの？そうです。え、あ、フミさんがいるような気がしてきたの見透かされちゃってるな。さすが、1枚も2枚も上手だな。そうだ、フミさんは鋭い人なんだ。そうだね、よく周りを観察してるもんね。フミさんは私のことどこまで気づいているんだろう。ああ、そこはどうだろうな。知らないふりをしてくれてると思うけど、この前二人でやった即興劇、ミゲルの言葉。ねえ、真実を語れないのは辛いだろう。苦しいだろう。でもね、だけどね、君にはずっとこの場所で生きていってほしい。そう思う俺もいるんだ。どんなに困難な道でも、真実を隠すと決めたその日の思いのまま。ミゲル？隠してでも、嘘をついてでも、みんなと一緒にこの場所で。あれは私に向けて言っているようだった。そうだね、多分フミさんは気づいてるんだよな。でも気づいてても多分一緒にいたいから知らないふりをしてくれてるんだよね。女だってことを隠してユニベールにいる私に。でもだとしたら。なあキサ。あ、はい。ちょっと見てもらいたいものがあるんだ。でもそうやって悩んでるキサちゃんのことすらもフミさんは分かってそう。なんでしょう。俺んちの舞。わ、え、見せてくれるんですか？え、いろいろと試行錯誤しててさ、お前の意見聞きたいんだ。え、いいんですか？そうなんですね、私でよければ。うん、頼む。わ、嬉しい。やっ、はあ、すごい、海さん綺麗。見たい。入学式の時に見た踊りと全然違う。踊りは女踊りだ。あれ、男踊りになった。え、そうか、一人二役やってるんだ。ああ、フミさんならではだね。これ男女の恋愛ものなんだな。踊りにしっかりストーリーがあって見やすい。あれ、踊りの雰囲気が変わった。動きが大胆で面白い。あっ、これユニベールのダンスだ。ユニベールのダンス。フミさん、ユニベールで学んだことを踊りに取り入れてるんだ。はい、お粗末様でした。素敵です。お疲れ様です。フミさん、踊りすごかったです。ご家族の方も喜ばれるでしょうね。踊りの中にユニベールを感じました。あー、どっちかな。ご家族の方も喜ばれる。いや、踊りの中にユニベールを感じましたかな。踊りの中にユニベールを感じました。ああ、やっぱわかるか。日本舞踊ってどう見たらいいのかわかんない人結構いるからさ。まあ確かにね。そういう人が入りやすいようにユニベールのエンタメ色を入れてみたんだ。ああ、なるほど。日本舞踊らしくないっていう人もいるだろうけど、そういう人がいればいるほど黙らせがいがあるしさ。かっこいい。踊りの雰囲気が変わって面白かったです。そっか、うん、
お前に見てもらってよかったわ。やっと自分の家の踊りに正面から向き合えるようになった気がする。わあ、よかったね。やりたいことも一気に増えてさ、お前のおかげだよ。ありがとな。わ、こちらこそ。いえ、私の方がフミさんに助けられてますから。おお、かわいいこと言ってくれんじゃねえか。あ、いや。そうだ、お前もちょっと踊ってみねえか。え、いいんですか？今の舞をですか？え、今の舞を？ちょっと難しいな。ああ、お前が踊ったらどうなるのか見てみたいんだ。え、そんな月焼き場で覚えれるもんなのかな。わかりました。じゃあご指導よろしくお願いします。あ、でもキサちゃんだからできるか。よし、そこ右向きに振り返って、男、名残惜しそうに。わあ、マンツーマンで指導してくれてる。こうでしょうか。わあ、うん、筋いいぞ。次は足の置き方を変えて、左向きに振り返る女、男と目が合ってハッとする。ハッとする。ハッと、かわいい今の言い方。あ、待って、今のもう一回やって。え、あ、こうですか。お前のその仕草、純でいいな。この感じか。わあ、向上心のあるアルジャヌってかっこいいな。お前のやり方取り入れようかな。でもフミさんの艶っぽい感じもいいと思います。ありがとうさ。それにしても日本舞踊って普段使わない筋肉を使うんだな。確かにね。姿勢を維持するのも難しい。めちゃくちゃ筋肉痛になりそう。はえ、まずい、バランス崩した。大丈夫か。キサ、支えてくれる。ぶな。え、かっこよ。待って、やっぱフェイスライン美しいな。首筋のラインよ。え、すみません、ありがとうございます。体勢をうまく維持できませんでした。ちゃんと鍛えないと。え、どうした、フミさん。フミさん、ほせえな。はっ、なるほどな。え、ほんと細いわ。でも抱いたって折れないんだろうな、お前は。え、なんでそのツヤっぽくささやくの。フミさん、なあキサ。え、俺が女にしてやろうか。うわっ、え、お願いします。よくわからんけどお願いします。あった、フミさん。え、え、うわ、え。ちょっと、上、フミさん。今、女として触れられた気がした。ちょっと心臓がやばいね。フミさん、上。チッチ、どれだけ女性らしく演じるかで、詰まってんだろ。あ、そういうこと。なるほどね。これでもアルジャンヌやってたからさ。多少アドバイスできんじゃないかと思って。ああ、なるほど。いや、でも絶対あれフミさんの気持ちも入ってたと思うな。え、なるほど。ダメだ、私も混乱してる今。自分が何言ってるのか分かんない。いや、でも俺とお前のジャンヌは違うからな。変に口出さない方がいいのかも。いや、でもアドバイス欲しいな。見守るってのはなかなか辛いもんだね。でも見守ってくれてるって嬉しいですよ。フミさん、いつも通り。私の勘違いだったの。いや、そうじゃないと思う。さてと、今日はこの辺にしといて、飯にでも行くか。付き合えよ、キサ。わ、嬉しい。あ、はい。考えすぎかな。でも。なあ、キサ。え？はい。俺、お前のこと好きだからさ。え？なんかあっても面倒見てやるぜ。え、それ、どっちの意味？どっちの意味の好きなんだろう？え？お前は一人じゃねえから。それだけは、忘れんなよ。
ふみさん、かっこいい。すごいな、女だって分かってるぜって言わなくてさ、俺はお前の味方だよっていうのなんかいいな。キサ、なんかあの後だからなんかちょっと緊張するな。なんか心臓ドキドキするな。おお、キサ、カイ、やってくれるよな。まさか神父が初めて出会った少女とあんな俗っぽいダンスを踊るなんてさ。あれならハベンナがおかしな街だって一発で伝わりそうだ。それにあいつが自分のために踊ってるの初めて見たよ。おお、なるほどね。カイ、あんな風に踊れたんだな。引き出したのはお前だ。夏公園でカイの器やった時みてえな。カイがお前のことを信頼してるの伝わってきたよ。わあ、そうなのかな。だったら嬉しいね。なんか不思議な感じだったけどな。カイの隣で踊ってるのが俺じゃないってのはさ。ああ、相棒やけんね。でもやっぱそうだな。え、何？アキ、俺がそうだったみてえにカイもようやく自由になれたんだろうな。ああ、なるほど。頼もしい後輩が育ってくれたからね。で、コンビだと近すぎて見えなかったものがこれから見えるようになってくるんだろうよ。やっと横並びだ。俺も負けらんねえな。かっこいい。来週には冬公演か。ああ、そこもう舞台稽古してんだ。秋公演はあっという間だったけど、冬公演はなんだか長く感じるよ。本当？なんかどれもこれもあっという間なイメージがあるけど。秋と冬じゃ大変さの種類が違うよな。と、次はドミナがルキオラの花を踏んじまうシーンか。このシーンなんか苦手なんだよな。あー、やっぱ心優しいからかな。ネジ先輩が見てる人が嫌になるくらいうまくドミナの憎らしさを表現しているからだろうね。あー、悪役がうまいんだ。花？このあたくしの靴の下でネズミの死骸のようになっているゴミのこと？腹立つもんな。どいて！それにしてもさ、なんてこと。麦王にもらった花が。もしかすっと失礼かもしんねえけど。何？白田先輩ってあんなに演技うまかったっけ？ああ、やっぱ心にゆとりができたんじゃない？え、スズ君、間違いなく失礼だよ。ミツは歌唱担当で、あんな風にじっくり芝居を見せるような役はやってこなかったんだよ。ああ、そっか、なるほどね、歌姫やけんね。集中力を切らさずによくやれている。感情のぶつけ方もリアルだ。個人的な恨みもあるんじゃねえの？ほら、相手黒だし。そんなに落ち込むことないじゃない。花なんていつか枯れるのだから。人間も同じ。うるさいわね、このベルミクルミ腐れマトリック女。何を失礼しちゃう。私まだ現役バリバリよ。だからあんたの父親は未だに私に夢中なのだからね。ああ、やけんここでまた確執があるったい。うつましいよもぎ女、その豚汚い口を閉じて。ここでハベンナの大富豪ファキオがルキオラの父親だってわかるんだよね。その父親をドミナに奪われた。なるほどな、やけんちょっとバチバチなんや。でヨモギが嫌いになっとった。だからルキオラはヨモギよりが嫌いなんだ。なるほど、それはもう仕方ないな。ルキオラ、ドミナに飛びかかりそうな勢いだぞ。父親の愛人が心底憎いんだろう。親を奪われたんだからな。そら怒るわな。旦那に捨てられたあの女は元気にしているのかしら。え、アドリブやないこれ。母を侮辱するな。あの人死んだわ。そうなの。ファキオはそんな素振り微塵も見せなかったけどね。あんなよもぎ臭い男のことなんてもう記憶から消し去ったわ。ああ、吐き気がする。あんたたちがいるこんな町、早く出て行きたい。愛する不義王と一緒に。え、
どうしたね、先輩。あれってもしかして。え、だが黒人に限ってそんな。え、セリフが飛んだとか。フギオアガクラブのでしょ。ああ、フギオアガクラブの。え、ネジ先輩がセリフ飛ぶことあるんだ。自分が書いてるし記憶力抜群なのにね。え、今セリフ飛ばしたのか、あのネジ先輩が。スズー君、声が大きいよ。いや、びっくりするよね。いや、でもネジ先輩だぜ。俺じゃなくてネジ先輩だぞ。なんで自分を卑下するの。ネジ先輩で、ね、ネジ先輩もなんかあるのかな、自分の克服するべき課題みたいなのは。はい、では一旦休憩挟みます。大丈夫か、話聞くよ。ネジ先輩。ああ、シロタ君、先ほどはすまんね。大事なシーンでセリフを飛ばしてしまった。いやー、シロタ君の演技があまりにもすごいから押されちゃったんだよ。大丈夫か。真面目にやってください。え、僕はいつだって真面目だよ。でもごめん、主役の演技に水を差したね。そのことじゃありません。ドミナですよ。ドミナ。え、ドミナはふざけた人間だけど彼女なりの美学を持って生きている。なのにネジ先輩はふざけた部分ばかり切り取ってる。ドミナに向き合っているように見えない。ああ、なるほどな。だからセリフが出てこなかったんじゃないですか。ああ、そこドミナ自身になってないってことか。その浅いところだけを救ってる感じなのか。でも脚本も演出もネジ先輩だから、ドミナのことを一番分かってるのはネジ先輩なんじゃ。まあでも脚本も演出もだから、やっぱ全体を見てるからドミナにはなってないのかな。いや、三月は鋭いよ。来週には冬公演なんですよ。みんなあなたの課題に必死で向き合ってるんだ。ネジさんも答えてください。わかった、そう思わせた時点で僕に非がある。気をつけるよ。おお、よろしくお願いします。後輩の意見も素直に取り入れるのがネジ先輩のいいところだよね。大丈夫か。怒られたな。3年組が茶化しに来た。怒られたね。散々偉そうなこと言ってきたからしっぺ返しを食らったよ。もう中学生みたいな。三月は仕返しをするために言ったわけじゃないだろう。そうだね、いい作品にしたいんだろうね。分かっている、分かっておりますよ。痛いほど分かっているさ。さあ次は歌を合わせていくよ。大変だ、演じながら全体の指揮もしなきゃいけない。白田先輩、歌も演技も凄みが増してきてる。このままじゃ置いていかれる。ん？おお、立花君、どちらへ。おお、虹先輩。音楽室です。白田先輩とのデュエットが多いので。歌唱の稽古か。白田君、成長著しいからね。そうだね、一気に成長したよね。今一番オーラマハベンナを理解しているのは白田君なのかもしれない。うん、僕でもハッとするようなこと言うからね。ハッとしすぎてセリフ飛んじゃったんだけど。みんな驚いていました。僕だって人の子なのよ。いや、天才なイメージがやっぱあるからね。大事なことを忘れてしまうこともあるし、思い出してしまうこともある。お、何か思い出してセリフを飛ばしたのか。ルキオラは僕なんだ。え？え？ルキオラの叫びに小さな僕が反応してしまった。どういうことだろう。僕は奪う側の役だっていうのにさ。え？ねえ橘君、僕が君に与えた課題は君にふさわしいものだったかな。いや、みんなそれぞれ成長してると思うよ。もしかすると僕は君の才能を損ねるような真似をしている。そんなことない。どうした、ネジ先輩、自信なくしてしまってる。え、神父、カイト一緒に踊っただろ。そこに僕が求めたものがあった。少女とも女性とも言えない生々しさだ。
器として人を見せることを第一に考えてきた貝だからこそ君のあの姿を引き出せたんだろう。でも貝の手から離れるのと同時に君自身がその姿を消したように見えたんだ。え？僕は何か大事なものを見落としているのかな。ああ、ごめん。公演前の忙しい時に足止めして、しっかり練習してきなさいな。じゃねー。そっか、キサちゃんの問題は解決したわけじゃないんだな。あの神父と踊り始めてちょっとうまくいったのかなと思ったんだけど、やっぱまだわだかまりというか、まだ残ってるんだ課題が。どうしよう。全力で女を演じたら女だということがバレてしまうかもしれない。でも女を演じることを避けていてもバレてしまうかも。そうだね、難しいな。もうどっちにしろバレるリスクがあるんだったら思いっきり演じた方が楽しいんじゃないかい。さあ、というわけで公演まで残り9日ですね。いやー楽しい。ふみさんのイベントでもうなんか心臓半分持ってかれたような状態で自分が何喋ったか覚えてないな。というわけで一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。続き気になった方また見ててくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いばらでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。